寒いな、風が。お久しぶりです。じゃあ今日はこちらにちょっと今日来てるんですけど、今日私髪を切ろうかなと思ってやってきました。はい、はい、で今日、まあ、せっかくなんかちょっと友達が髪を寄付したっていうことを聞いて、で髪って寄付できるんじゃんって思って、ちょっとなんか気になって、まあ、私も髪を切ろうか悩んでたので、せっかく切るんやったら自分の髪が人のために使われたらいいなと思って、ちょっと、まあ、そんな感じの気持ちで、ちょっとね、連絡を取ってた人がいるんですよ、この中に、はい、まあ、今日初対面なんですけど、はい、帰りましょう、寒いですよ、寒いし、寒いですか、はい、じゃあこんにちは、しながら顔のバランスとかも、ここまで切ると私はあんま短くね、いいんじゃね雰囲気はやっぱり大きく変わるんですけど、大きく前あのツイッターでもちょっと話したし、これで前髪を作るってなると、はい、その顔の見え方がすごい変わるので雰囲気も大きく変わる。私って前髪があるのとないのとどっちがまずいいと思います。そのあるない、前髪やりかけるパーマですね。あ、それはめんどくさい、てか手入れがめんどくさいのが嫌なんで、ここまで伸ばせたっていうのも奇跡というか。あ、そうなんですねこの髪のもうずっとね、伸ばされてきてるからね。そうなんですね、はい、今回って3、40センチとかの大きなカットになるので、はい、で、長さが変わって前髪も変わってきてると、もう本当に別人になるんですよ。顎をちょい下ぐらいまで寄付しながらっていうことですね。じゃあどっちもできるんでしょうか。そうですね、50センチは需要があると聞いたので、はい、とてもとてもあるんですね。はい、すごすぎる。腕通されます。あ、はーい、腕とか通せるんですか。そうなんです。このゴムを止める位置っていうのがすごい大事でその寄付をするときにこう切ってバランスがずれてたりすると結構無駄な髪の毛ができてたりするので、なるべくこのゴムで分けちゃった後に無駄がないようにしていけるかどうかっていうのがすごい大事です。刃先とかこの一番根元を使って切ると少し切りづらいんですよ。はい、なんかこの辺真ん中ぐらいで一回でバスってやると結構滑っていって切りづらいので、はいはい、何回かこう開閉開けたり閉めたりをして何回かで切り終えていく感じのイメージです。はいはいはい、これを一回髪の毛に当てるんですが、はい、当てるんですが、はい、ちょっと肘を上げてもらうと、うん、ちょっと体勢的にしんどいかもしれないですけど、で、この状態で、あんまりハサミがどんどんこう上に行っちゃうと短くなっていって、はい、今の手の位置から離さないようなイメージで何回か開閉してあげるようなイメージで取っていく。OK よ。ちょっと一回でいいしてみますね。そうです、した？はい、した？してます。あ、綺麗です。綺麗？上手です。怖い怖い怖い。で、一回戻して。戻して。そうですそうです。はで、もう一回いきます。待って、ずれるかな？怖い怖い怖い。お姉さん助けて。大丈夫です。ここが下がらなかったら大丈夫です。はいはいはい。一回開けて、で、ポタ？閉じて、ポタ？はい、いきます。そうです。で、もう一回開けてください。で、閉めてください。もうちょっと。ああ、素晴らしい手つきですね。で、大丈夫ですよ。待って。で、閉じてください。はい。あと少し。もう一回？もう一回です。もう一回？もう一回です。はあ、あとちょっと。もう一回？はい。もう一回です。怖っ。なんかずれてない？ずれてないよな。大丈夫ですよ。
怖い。あ、閉じたら終わりです。はい、OK です。釣れてね。あ、上手です。大丈夫です。大丈夫、はい、大丈夫です。大丈夫です。待って待って、ちょっと待って。やったー、タラちゃん。やっぱ、待って大丈夫大丈夫です。ちょっと一回精神統一してもいいですか。やりました。じゃーん。わーすごーい。すごい、めっちゃ太いんですけど。え、すごい。私の髪って綺麗ですか？めっちゃ綺麗です。イエーイ。なかなかここまで綺麗には伸ばせないので、日々の気温が。もう一回ここでやり始めて1年半くらい、イントネーションも読み始めて。そうですよね。けどいい直毛。え、いい直毛。はい、いい直毛。これで完成です。そうです、ひとまずこれで。いいなぁ、めっちゃボブじゃなぁ。初じゃん、やっぱりここまで良くなったの。初ですか。うん。35億ブルゾンカナです。ということでですね、今ちょっとだけですけど、最初はここまであったんですよ。おへそまで全部最初だったことないけど、すごい新たな感じになってですけど、まあね、あのリオスさんっていう美容院で、こちらヘアドネーションをね、お金をされてるということなので、ぜひ髪を切ろうかなと悩んでる方とか、まあ、こういうのがあるので知った方はぜひ、ね、してほしいですね。そうですね。はい、岡山からね、広めていきたいです、ね、そうですね、はい。まあ、それを一番やってる目的っていうのはあるんですか？そうですね、やっぱりヘアドネーションをここでやることで、やっぱりその困ってる子どもの、まあ、未来とかもね、やっぱり変わってくると思う。やっぱり髪の毛がないままずっとね、過ごしていくよりもね、そうですね、髪の毛あるだけでもね、すごい楽しく幸せな人生を歩んでいけると思うので、ね、そういう部屋の職場をくれたお客様にはそういう人生をね、味わってもらえるように、はい、しっかり活動したいと思います。 ありがとうございます。ということでですね、こんな感じになりました。じゃあこれからもね、そういう風にいろんな方が来ていただけるように。はい、ということです。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。